8月2日午前0時日本時間午前9時までに調べたウクライナの戦況です。本日は戦況マップが更新されておらず、昨日と同じマップとなりますが、内容は最新のものでお届けします。まずは全体的な事柄です。ロシア軍は南部ヘルソンを防衛するためにドネツクから部隊を移動させています。この2週間で20以上の大隊戦術群がザボリージャ、スラビャンスク東側の攻略部隊からヘルソン州方面の最前線に送られたと見積もられており、 ISW、A 国防省、ウクライナ軍参謀本部など多くの機関の情報もその可能性が高いとしています。スラビャンスク攻略部隊から南部ヘルソン方面へも部隊が抽出されたため、イジューム方面からある程度部隊がスラビャンスク東側にシフトしているようで、イジューム方面のロシア軍が手薄になっている可能性があります。ウクライナ軍はロシア軍のシフトを確認するために各地で偵察活動を強化しています。またロシア領内からクリミア経由でザボリージャ方面にロシア軍部隊の増援が送られているのが確認されています。ザボリージャ方面のロシア軍はヘルソン方面への部隊抽出などで手薄になっており、ウクライナ軍が偵察を繰り返してはじわじわと前線を南へ下げていました。ロシア軍はクリミア経由でザボリージャ地域に部隊を送り、ザボリージャの前線を強化する方針のようです。今まで部隊を引き抜いていたのに慌てて部隊を送ろうとしています。ザボリージャ方面でウクライナ軍の大規模な反撃の兆候でも察知したのでしょうか。とても気になります。次に各地域別の戦況です。東部ハルキウ方面、北、北東側、ロシア軍は1日もこの方面ではハルキウ市北側、北東側のウクライナ軍陣地や村落に対して砲撃を行いました。高速 M20 号線沿いのデメンティフカ近郊ではロシア軍偵察部隊、ウクライナ軍偵察部隊の双方が敵と遭遇して小規模な戦闘が起きた模様です。ウクライナ軍参謀本部はロシア軍はハルキウの北側で攻勢に出る準備を進めているとしており、警戒を続けています。東部ハルキウ方面南東側、イジューム西側、1日は地上部隊同士の戦闘は行われず、ロシア軍はウクライナ軍支配地域一帯に砲撃を行っています。チェピル、フサリフカ、プロトピウカなどのイジューム北西側のウクライナ軍支配地域一帯に砲撃が多かったようで、ロシア軍はこの方面に何度も偵察部隊を送っていますし、何か企んでいるような行動を行っています。当然ながらフェイクである可能性もあります。イジュームの西側の森林地帯でも両軍の偵察活動が活発になっており、ウクライナ軍は反撃を継続する模様ですが、ロシア軍も精神を気としている可能性があります。東部スラビャンスク方面北西側、イジューム南側、ロシア軍はイジュームの南西にあるブラジフカ、デミトリフカに対して威力偵察部隊を送ってウクライナ軍の状況を探りました。両地点で小規模な戦闘が確認されています。スラビャンスクの北側のマザリフカ、クラスノピリア、ドリナにロシア軍の小規模な砲撃がありましたが、地上攻撃はありませんでした。依然ボホロディクネの状況は不明ですが、
ウクライナ軍が確保しているという情報が入っています。しかし、まだ確認が取れません。東部スラビャンスク方面東側。この方面のロシア軍は部隊からバフムト方面や南部ヘルソン方面に部隊が抽出され、残った部隊も疲弊、損耗しているようで、攻撃に出られる状態にないとウクライナ軍は判断しており、偵察を行ってさらに詳しく様子を探っている模様です。東部バフムト方面東側、ウクライナ軍は1日もヤコブリフカに行われたロシア軍の威力偵察を撃退しています。ロシア軍はヤコブリフカ方向については本格的な攻撃を行っておらず、威力偵察を行ってウクライナ軍守備隊の状況を探っているようです。バフムツクへのロシア軍の攻撃は1日も続いており、この方面に投入されたロシア軍の特殊部隊は空挺軍の第45特殊戦旅団ではないかとの情報が入ってきています。完全に確認が取れたわけではありません。ウクライナ軍はバフムツク市街への侵入を許さず、郊外の陣地でロシア軍の攻撃を食い止めている模様です。また、ポクロフスクからバフムト市街に向かってロシア軍が攻撃を行いましたが、この攻撃は撃退されています。東部バフムト方面南東側、1日のベルシナに対するロシア軍の攻撃は撃退されました。ベルシナはまだ陥落していません。セミヒリア付近では激しい戦闘が続いており、戦闘は小玉方向まで広がっている模様です。セミヒリアからウクライナ軍が撤退した可能性がありますが、現時点では確認が取れていません。ロシア軍はドロマイトから西に進み、ウクライナ軍の前線拠点であるドラブネバの側面から、背後に回り込もうと攻撃を繰り返しており、同時にトラブネバの防衛線正面の南側からも攻撃を行っている模様で、トラブネバでは激しい戦闘となっています。東部ドネツク方面北側、ロシア軍は1日もアウディーウカ要塞正面に南東側から攻撃を行いましたが、撃退されています。同じくアウディーウカの南にあるピスキーでも攻撃を行いましたが、これもウクライナ軍守備隊により撃退されています。マリンカではロシア軍の強力な威力偵察部隊による威力偵察が行われた模様ですが、ロシア軍は損害を出して後退しています。南部ザポリージャ方面では大きな動きはありませんが、ロシア軍はこの戦線で部隊を増強しています。南部ヘルソン方面南側及び中央。南部ヘルソン方面では相変わらず情報統制が続いています。情報源はウクライナ軍の発表と民間の衛星写真を分析した情報が主です。ロシア軍は1日、ウクライナ軍の橋頭保がある付近に空爆を数回行った模様ですが、橋頭保にかかるウクライナ軍の船橋に損害はなかった模様です。ロシア軍は各地から送られた増援部隊で要塞、陣地の構築を行いつつ、攻撃部隊の編成も行っている模様で、特に
ウクライナ軍の橋頭保への攻撃の強化と北西での反撃を目論んでいるようです。南部ヘルソンにロシア軍が大量の BTG を送り込んだことにより、この方面でのウクライナ軍の反撃に影響が出そうです。注視したいと思います。ご視聴ありがとうございます。今回の新防衛研究チャンネルはいかがでしたでしょうか。今後とも新防衛研究チャンネルをよろしくお願いいたします。コメントやチャンネル登録もどしどしお待ちしております。次回もお楽しみに。